田市東区にあります箱崎宮にやってきました。突然ですが皆さん、明石元次郎という人物をご存知ですか？幕末期に福岡で生まれ、日露戦争でインテリジェンスオフィサーとして活躍し、日露戦争を勝利へと導いた影の立役者なんです。ドイツの皇帝ヴィルヘルム2世は彼を一人で満州の日本軍20万人に匹敵する戦果を挙げたと感嘆しました。そんな明石元次郎の功績をたたえ、ついにここ箱崎宮に顕彰碑を建立することとなりました。そして明石元次郎のドキュメンタリー映画死して五穀の鬼とならんも制作することになりました。こちらが実際にその顕彰碑が竣工される場所です。2022年4月23日竣工除幕式が開催されます。明石元次郎顕彰碑建立おめでとうございます。関係者の皆様の本当の長きにわたって、努力が続けられた結果建立されました。私もそれを喜んでいる一人でございます。現在顕彰碑建立に向けて募金が行われています。このプロジェクトにご賛同いただける方はぜひこちらの概要欄にリンクを貼っていますので、そこからアクセスしてください。3月末まで受け付けています。皆様の温かいご支援よろしくお願いします。